昨日さ、カラオケ行ってさ、カラオケの店員にね、よっちゃんが絡んでてさ、あ、じゃあ、おめえさ、金杯知ってるーとか言ってさ、マジで言わなくてよかった。知ってます、知ってますよとかさ、うなちゃんマンは、知ってますよって、大学生だったの、そいつが。じゃあ、うんこちゃんは知ってるーって、あ、うんこちゃんは知ってますよ。マジで、俺はそいつの親友。あ、そうなんですか、って感じなくて。あいつとよ、って、なんかそう、なんかいろいろ、まあ、いろいろグダグダやっててさ、なんかまあ、あれし、あ、面白かったよ。そうなんだ。あいつ秘密教えてやっからよ、って。酒おごれよ、そんと、なんか、まあ面白いんだけどさ。あいつ、池沼だからしょうがないでしょ。いや、ほんとに。俺がいねえところで何やってもいいよ。逃げ顔してたんだ。池沼だよ、ほんとに。あ、もうその後、あ、もう俺も、みんなとバイバイしたとき、よっちゃん警察と一緒にさ、警察にこう、肩組んで、俺さ、って、あれから来たんだけどさ、みたいなさ、そうなんだ。法律、あんた知ってっかみたいな感じだから。やばいよ、してけて、あいつ何も知らねえじゃねえか。人一倍知らねえくせによ、おめえ。あいつなんか、タボガミ応援しようってずっと言ってたじゃねえか。あいつが応援した3日ぐらいにパクられてたからな、タボガミ。おい、ジュン、もうタボガミで決まりだよ、政治家は、みたいな感じで、その3日後ぐらいに、タボガミパクられてたの。あれやっちゃいけないもんね、あれね、人に、そうだよ。政治のこの。しかもさ、親友だとか言ってんのにさ、あいつずーっと政治家としてたじゃん、俺たちのグループラインで。みんな、タボガミに1票よろしくお願いしますって。もしおめえらさ、誰も入れるやついねったら、タボガミによろしくお願いします。バカっしょ、マジで。本当、そこがまあ可愛いところなんだけど。タボガミのソースはさ、なんつうの、この政治力とかのソースは全部2ちゃんで知ってるし。そういう可愛いさ。2ちゃんではよ、あいつすげえ支持されてんだよ。どこが好きだろうって、あいつは右翼だよって言ったもんだって。そんなやつに、そんななんか政治活動あるかっつって。一言言ったらよ、寝とるやん、あいつは。って言ってたわ。本当に。ね、あいつ怖いんですよ。昨日めっちゃ顔出してベロベロになってたからね。うん、そうなんだ。あらわになってたよ、もう。あいつ、ご尊顔が。あ、そうなんだ。まあ、俺も一緒にいて、楽しんでたから同罪なんだけどな。で、別にあいつ結婚できないからどうでもいいや、もう。おめえと天狗ちゃんは大変だろうけどさ。俺、嫁に怒られたよ。やっぱそうなんだ。いや、何がって、その行為自体じゃなくて、よっちゃんってからでしょ。なんでよっちゃんと飲みに行くのよ。おめえのお母さん、あれだな、奥さん、よっちゃんのことでっけえだからな。大っ嫌い、大っ嫌い。それがマジで面白くて、俺、それ会うたんびによっちゃん言っちゃうんで、おお、おめえよ、抹茶の奥さんに嫌われてんな、って。ちょ、それはマジでやめてくれ、っていうかないっす。それ本当にショックだから、やめてくれ、っつ。ほんとね。会うたんびに言ってるよ。そのマジ大好物だから、俺。